欧州選手権一次リーグ B 組最終戦、24日イコール日本時間25日、ドイツデュッセルドルフ、すでに決勝トーナメント進出を決めているスペインはアルバニアに1対0で勝利し、3連勝と首位で、死の組を突破した。前半13分に FW フェラントーレス、24バルセロナが決めたゴールを守り切った中、 意外な問題が浮上した。ドイツ紙、ビルドによると、スペインは FW ラミンヤマル、16イコールバルセロナ、が未成年であることでチームに制裁が課される可能性が出てきた。開催国ドイツの労働規則では、18歳未満は午後8時以降に働くことが禁止されている中、アスリートは午後11時までに緩和されている。 試合は午後10時45分頃に終了しているものの、シャワーを浴び、取材に応じるなど選手として行う様々な行動も仕事に含まれるという。そこで法律に違反していると判断されれば、最大300万ユーロ、約5億1000万円の罰金を課されるケースも出てくる。ただ、スペイン市アス、は、当局はスポーツ界における、 この事例に対してまだ処置を講じていない、と伝えている。今大会にはフランス MF アレン・ザイール・エムリ、パリ・サンジェルマン、おはじめ4人の10代選手が登録されているが、いずれも18歳以上。規定違反に当たるのは山るだけとあって、今後の動向が注目される。